岩城寺は、千葉県東金市松の豪和座岩城地にある県本、北家州の寺院である。三号は、道務山。寺号が正式には、岩城寺寺であり、鎌倉幕府初代執権で、源頼朝の正室、北条正子の父北条寺生の墓所のある伊豆にらや岩城寺院にちなみこうされた。証明を、あらは、本北家州道務山願い長樹寺と称する。上司両方園。 現在、本尊は、周祖日蓮尊帝の大曼羅である。創建は、公安三年と言われ、会期は、北条九時、会山は、堺新と言われている。また、創建年については、諸説あり、境内より出土の河原に、鎌倉期の前半のものや、鎌倉期後半引く、南北朝時代前半のものが見られること等から、創建年は遡る、可能性があり、 今後の調査が待たれる。北条赤橋流初代の北条長時が、県長元年に総州の守護に任ぜられ、小賀の大城を築城した。その後、北条旧人が同じく総州守護に任ぜられた際、公安3年に小賀の大城の表記門の鎮護として、北条久時を会期として創建されたのが当時で、あると伝わる。鎌倉、極楽寺の海さは、永存の弟子であり、 日蓮との旧対決で有名な両官房、任章である。英尊の下で勉学に励んだ任章は、県庁四年関東に下校し、上州西涼寺を中心に、精力的な布教活動を行った。西大寺の英尊が入滅した西欧三年の、西、大寺高章菩薩ご入滅の木に記載がある。公章菩薩が亡くなった翌日、鎌倉の極楽寺にいた、良官房任章は、 飛脚より知らせを受け、帰還に暮れる間もなく、仏寺に必要な用意に取りかかる。さらに、東国各地の立州布教の拠点にいる映尊の、弟子たちの名前が続く。上州聖良寺長老、より春、宗州上福寺寺将、寸州霊山寺、聖誠と並び、宗州岩丈寺長老、堺井信羅の名がある。宗州鎌倉、極楽寺の初代長老人聖なき後、 総集元上寺より二大長老として、栄江神が極楽寺に入寺したという記録が、極楽寺の古文書に今も残る。また、当時の総本山なら、奈良、西大寺の古文書にも、同様の記録が残ることから、総集内でもかなり有力な寺院であったことが、伺われる。総建当初より、浄土、新言律、天台、宋頭、臨済といろいろな宗派が混在する。 四州見学の寺院であったが、大英元年当時の土家上主、坂井定隆の言ったとされる宗教政策により、新言立州から日蓮州に改修し、その後県本北家州となった、上佐七里北家の寺院。現在の総本山は、京都、明満寺である、鎌倉清里七動画欄の大寺院であった、周辺のあざんなである、岩城実態が、 創建寺の境内と考えられ、土地方展にも隣接する寺、岩前などが残る。同じく隣接する寺、獅子型には、元の名を獅子水かと、こと、鎌倉、上皇明寺に寺領が寄進されたという資料が、上皇明寺に今も残る。国と書いて、やつと読むのは、鎌倉と、小四号に共通している。小四号区に隣接する、道庭区の、道庭はもと 道庭の記載が、江戸時代の古地図にも見られ、広大な地域を誇っていたことが伺える。AB 少子号騎士編纂委員会編、少子号騎士資料編ふるさとの宗教と、文化 1996.4AB 少子号、騎士編纂委員会編、少子号騎士四編ふるさとの歴史を尋ねて2001.7、六浦文化研究第8号、 総集岩上寺の探索暴走における、最大自流信号律寺院の遠隔症候、桃崎雄介著 54p、通羅文化研究所編1998.12、極楽立寺編、霊衆山観王院極楽立寺市中生、近世編2003.5。ありがとうございます。